みなさんこんにちは、直樹マンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セカンドフロア代表の西浦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや最近あの奥さんに直樹マンさんのこと知らなくて、はい、あの教えて、はい、でも動画見てたらしくて、あー嬉しいっすね。なんか電話バーとか来たら、はい、はい、こんにちは。みんな真似するんすよ、あれ。めっちゃシンプルな挨拶なんですけど、ね、いや、そう。はい、皆さんこんにちは。今日は発表することが、本当にね、特徴的ですよ。なんだろうな、普通目的なんですけど、まあ、何言ってんのって。はい、こんにちは。なんかちょっと声低くしてですよ。そうそうそう、焦りました。浸透してるわ。ちょっと結構テンション上がりましたね。ああ嬉しいっすね。いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。いや、前回今日の髪型、前回こっち切ってこのこっちのフロント部分長さあんまり変えてないんで、ちょっとそれをさらに伸ばそうかな。あいいっすね。だから横は切るんで、はい、横と後ろは切るんで、こっち側もうちょい伸ばしながら行こうかと思って、徐々に変えていく。あ、そうです。よろしくお願いします。全然関係ないですけど、さっき後ろので話してたパラサイトっていう映画知ってます？なんかあの内容は全然わかんないですけど、めっちゃおすすめですよ。マジ面白いです。見てました。パラサイトとなんかみんなモザイクかかってる。あ、そうですね。目に目を持ってるんですか。そうそう、韓国映画なんですけど。あ、韓国？そうなんですよね。マジ面白いですよ。アカデミー賞候補で、そうなんですよ、めっちゃ期待されてる。内容はって聞こうとしたけど、内容はあの監督も注意書きで最初の15分以降ぐらいの話はしないでくださいみたいな、そうで、まあ、普通にそれまではなんか裕福な家庭にあの貧乏な主人公たちが働きに行くっていう設定なんですけど、まあ、そこからいろいろ起きるっていう、まあ、結構ショッキングな展開なので。え、グロ系ですか？グロではないかな。なんだろう、あの精神的なやつ。まあそれもありますし、まあ、でも全然そんな僕的にはそこまで過激じゃないですね。一般的、まあ、僕ホラー好きなので感覚が狂ってるのはあれですけど、一般的には結構ショッキングって言われてますけど。だからインスタライブの、あの怖い話をよくあるそうですね。世のような最近もやってましたね。やってましたよね。やってましたね。そのパラサイトちょっと見てみます。いや、おすすめですね。軽く、まあ、節分ってなると季節の始まりじゃないですか。だいたい年に4つある、はい、あの春夏秋冬、うん、ただまあ主に節分っていうと、はい、年の初めの春の始まりを主に節分っていうらしくて、へえ、まあ、4月じゃないですね。2月いくつかだよ、2月3日で、まあ、節分というと鬼じゃないですか。豆まきとか印象的ですよね、うん、鬼の起源とかって知ってますか？わかんないですよね。最近鬼滅の刃で流行ってる鬼ですけど、ちょっと思いましたですよね。本当はみんな好きですもんね。好きっすよね。僕あんま詳しくないですけど、みんな、いや、ハマった人はもうこぞって言ってますよね。言ってますよね、うん、まあ、鬼、そうそう、鬼っていう言葉が平安時代以降のもので、もともとは物とか恩って言われていたらしくて、はい、あの隠れるっていう感じを書いて恩、あるいは影ですね、陰っていう字で恩、恩か恩って言われてて、でもあのなんか見えないものとか、あの存在しないものみたいな意味合いがあって、なのでまああれですよね、まあ幽霊みたいな感じですよね。邪悪なもの、目に見えないっていう存在で、そうなんですよ。なんでまあ若干幽霊っぽいのかなって、そういう邪悪な気みたいな存在として言われてたので、
あの実在していたかしていないかっていう意味では、まあもちろん分かんないですけど、あの一応そういう悪い存在っていう意味では使われてたらしくて、でそれがいつの間にか、うん、あの仏教の思想と絡められて、うん、あのまあ、仏教地獄ってあるじゃないですか、うん、地獄っていうとあの炎が燃え盛るようなイメージですよね、あのイメージと重なって今の鬼の形が、まあ、あの角の生えた出来上がったと言われてるらしくて、まあ、その季節 の, あの始まりに、まあ、厄落としじゃないですけど厄払い的な意味で豆まきするじゃないですか、あれは、まあ、なぜ豆なのかというと、悪魔の魔、はいはいはい、魔を滅する、滅亡させるっていう意味で豆らしくて、まあ、ダジャレっすよ、だいぶダジャレっすね、そうなんですよ、だいぶ当ててきてますまだ昔からそういう意味で、まあ、それを撒いて厄払いをするっていう意味があったらしくて、そうなんですよね、まあ、そう元じゃ角とかもなかったんですか、まあ、あのイメージ自体確かにどうやって作り上げたのか、まあ、それこそさっき言った、ね、あの邪悪な赤い、とりあえず赤い、そうですね、赤いイメージがありますよ、ちょっと絡めたんだと思うんですけど、なのでなんか実際にどこの県だっけな、日本のどっかに洞窟に隠れていたっていう伝説があって、はい、なんかそのそこに言い伝えみたいなのがあるらしいんですけど、実際にいたみたいな、はい、けどまあ、うん、ただの言い伝えで実際に実在していたっていうのはちょっと難しいですよね、その邪悪な存在っていう意味で、確かにそういう人がいたのかもしれないです、かもしれないです、鬼はまあ実在するかは分かんないけど、はい、本当にそういう言い伝えはあるってことですよね、そうですね、なのでまあ、うん、確かになんか鬼滅の刃は確かなんか大正とかそういう時代設定はそうですよね、確かそうですよね、それ以降ってことですね、あー確かに、いやすごいっすねなんかそう聞くとなんかちょっと大事な気しますよね、その厄払い的な、うん、なくはないってことですか、まあなんかみんなの中に存在する邪悪な木みたいな、うん、邪悪なあるじゃないですか、誰ありますね、それともつなげる人もいて、その鬼自体が、はい、まあ、そういう意味で誰でも鬼になり得るかもしれないです、どちらで、まあ、存在するというよりはもう、そうですね、その気持ちの部分、気持ちの、そういうですね、心の中にあるものとも、はいはい、それを具現化したみたいな、いや確かにそうですね、その恩とかね、隠れているっていう意味でも、うん、みんなの中に隠れているその邪悪な木みたいな捉え方もできます、ね、いやだって鬼滅の刃めっちゃ隠れてる、確かにそうです、のやつですよ、ね、そう考えたらあれもまあ確か噛まれたらなんかしたら鬼になるんですよ、そう鬼になってちょっと読んだのはまあ人間を食べてったら強くなるみたいな、あその食べた人数で強さが変わるみたいな、でも昔実際にあの人間を食べてた習慣があって、あのどこだっけな、ヨーロッパかどこだったっけな、うん、実際にその強くなるじゃないですけどっていう考えのもとで兵士とか食べたらしいですよ、その、 あの誰かの魂を食べて、うん、さらに精神的に強くなるみたいな考えがめっちゃすごくないですか昔はあったんですよね、へ、うん、今じゃ考えられないですけど、考えられないですね、でも若返りを求めて富裕層が若い人たちの血を体内に入れるっていうのは全然それは実際に今でもあります、今でも、はいはい、今っていうかむしろ今やってます、マジっすね、そういうビジネス確かありまして、大丈夫ですかそれどうなんですかね、いやなんかああいうこう病気とかああいうのってあなんないもんなんですかね、これはまあうまくやってるんでしょうね、ちょっと、ちょっと無理ですねバレンタインの期限もあるんですか、ありますよ、マジですか、ありますあります、もうそもそもあれってどこのなんか国で起こったなんかあれってあるんですか、あの
13世紀かな。そんな前ですか。そうなんですよ、13世紀にあのローマで、うん、ローマ皇帝のクラディウスだったかな、クラディウスっていう方がいて、うん、で彼がなんかその兵士たちの士気が下がるという意味で、うん、結婚とかを禁じていたらしいんですね、ルールで、うんうん、まあ、確かに家庭とかできたら、うん、ね、戦場に、まあ、ね、行きたくないですよ ね、うん、ね、結婚を禁止したんですけど、まあ、それに反対してその聖、バレンチヌだったっけな、うん、みたいあのキリスト教の聖バレンチヌっていう人が、彼がまあね、それに反抗して若者に結婚させていたらしいんですね、うん、で、まあ、それがバレてダメだよって言われて、ローマ宗教にあの回収させるんですけど、でもまあその聖バレンチヌはそれでも反抗して、いや結婚必要だみたいな、あの彼は2月14日に処刑されてしまったんですね。そうなんですよ。で、まさか？そうなんですよ。それを祀る日として、うん、まあなんか彼の勇気ある行動が評価されて、うん、後に、うん、で今僕たちがそのバレンタインっていう日で恋人、なのでそのチョコとかよりかはその恋人のなんか守護神みたいなバレンチヌが、そうなんですよ。まあ、チョコレートってなってるけど、そうなんです。チョコレートってなったのは本当そのあのそれこそ日本で、うん、戦後かな、58年か60年代ぐらいに、うん、あのそのバレンタインっていうのが日本に伝わってきて、うん、海外から、うん、まあ、アメリカからか伝わってきて、うん、チョコレート会社がその恋人に渡すみたいなキャッチフレーズじゃないですけど、うん、広告を作って一気にチョコイコールみたいになったらしい、あ、バレンタインイコールチョコってなったらしいですね。ハード系ですか。僕はまあ基本ハード系ですかね。ハード系です。髪伸びてもハード系ですか。ハード系でもいいと思います。でもなんかあんま気持ち乾燥はするんで、ちょっと油分があるタイプのワックスですね。特に僕染めまくってるので乾燥しまくってますよね。シャンプー指通らないですよ。いや、そうっすよね。はい、なかなかちょっとコンディショナー系をつけないとあれですね。つけないと綺麗な青になりましたね。なりましたね。まさにブルーブラックって感じですね。そうです。ブラックほど黒々しく色入るともっと黒くなるんであれでしょうけど、いや僕ちょうどこれぐらいが好きですね。いいですね。はい。